サポーティッドバイ青空薬局。金沢マラソン2023みんなのラン。今月29日日曜日の大会に向けて様々な情報をお伝えします。金沢マラソンはランナーだけでなく、ボランティアや沿道応援、イベントへの参加など誰もが楽しめる大会です。その一つが、大会前日に県西部緑地公園陸上競技場で開かれるランニングレッスン4キッズ。小学生がプロランナーから正しい走り方やマラソンの楽しさを学びます。講師を務めるのは第一生命グループ女子陸上競技部の元選手です。小さいうちにですね、ちゃんとしたこう走り方っていうか、そういうことを学ぶことで、多分その中からもしかすると将来のオリンピック選手が出る可能性もありますので、ぜひたくさんの方に参加をしてもらって、今後のスポーツ人生にですね、つなげていただきたいなと思ってます。ランウィズユープロジェクトを立ち上げ、全国各地の市民マラソンを応援する第一生命保険。金沢マラソンでは100人以上のスタッフがボランティアにも参加、給水や沿道整理に当たります。全国からランナーの方が来られているので、しっかりその金沢に来たことを楽しい思い出にしてもらえるように、なるべく笑顔で渡せるように心がけました。36キロ地点になっておりますので、本当にレースの終盤なんですね。皆さん明らかに疲れていたりですとか、歩いている方もすごく多い中でもありますので、水を渡すだけじゃなくて、みんなで元気も渡していければと思っています。マラソンを通していろんな方と出会えたり、当日はボランティアとして参加して応援したりするということで、私たちも元気をもらっているかなというふうに思います。また大会前日のフィニッシュ会場で今年初めて開催されるのが、ファミリーや障害者を対象にしたファンランです。フィニッシュの瞬間を子どもたちや車椅子利用者が疑似体験。第一生命保険もサポートします。家族全員で一緒にこうゴールをしたりですとか、車椅子の方がいて、その方がゴールをする場面ですね、非日常を体験していただくことで、次の活力につなげてもらいたいなというふうに思ってます。給水担当であったりですとか、そういった会場の運営のところでのボランティアとして参加をさせていただいております。参加される方がですね、小学生のお子様たちですので、やっぱりそこに参加をしたことによってですね、走ることの楽しさですとか、今回のこの金沢マラソンが楽しい思い出になってくればいいなというふうに思ってます。金沢マラソン2023、最新情報は公式ホームページをご覧ください。